はい、皆さんこんにちは。ただたまの一人暮らしレシピへようこそ。今回は焼肉のタレを作ります。以前この醤油差しの動画でも紹介したんですが、私は醤油という調味料が大好きでですね、何年か前から焼肉のタレも自作しているので、その動画を上げてみようということです。はい、ではまずニンニクと生姜ですね、これをみじん切りにします。ニンニクと生姜以外にも、玉ねぎとかネギとか切るものはなくはないんですが、今回は切ったネギが冷凍してあるのでそれを使います。では作っていきましょう。鍋にですね、ごま油を入れて、あとごまを入れて軽く炒めます。でどっか適当なタイミングで、ネギ もしくは玉ねぎのみじん切りにしたやつを入れます。冷凍のネギを入れると油が跳ねるので注意が必要です。はい、ここで隠し味の登場です。麦茶です。麦茶を入れると香ばしさがアップするんじゃないと思ってやってます。次に入れるのは隠しきれない隠し味で、鰹節のですね、底にある粉々になったやつを使います。最後にすごく辛い唐辛子を一振りして煮詰めるだけです。はい、あとは肉焼いてタレつけて食おうぜ。ただたまん、うまいよ、うますぎるよ。はい、そんなわけで醤油好きの焼肉のタレ以上です。